音鳴ってる？あ。高典メイクスネットワーク。名前を登録してください。ようやく試験も終わった。ある休日、僕は久しぶりに愛用のパソコン HUE に向かっていた。その時だ。第一次戒厳令発令、現在時刻。クリスマスに何やってんだよ。こんなん流れてきたらおっかねえな。うわあ。どうした？何が起こったんだ？なんじゃこりゃ。調べる。え？言うて Windows95 だろ。98か。マイク。これ何や？ブースか。こっちは？開かない。じゃあせっかくだから。え？電話だ。毎朝新聞だ。お。TM ネットワークスーパーフェスタアットパワーボール。あ、 TM ネットワークのポスターだ。もうその頃には TM ネットワークはないよ。小室ファミリーブームも宇多田により終わりを迎えようとしてるぐらい。何かにつまずいたぞ。え？
スーパーファジーコンピュータ。ふん。わけがわからん。タイムスリップ遭遇。核爆発の影響により巨大な状うん、そっか。じゃあしょうがないね。なんだって？これね。あ。データ。あ、見た見た。あ、まだ。くそ。もう一回こっちの部屋。で。なんだよ。はあ。誰だお前は。ラータ。僕は何が何だかわからないまま外へ追い出された。エピックソニー5階スタジオ TM ネットワーク使用中。ケビン。何これ、もうごちゃごちゃしてわかんねえ。オーディション会場。パンクボーイ。あ、ええー、もうきねえ女のバカ野郎。うせバカ野郎。関係ねえ女のバカ野郎。また君か、いい加減にしろ。僕だって好きでこんなとこにいるわけじゃないのに。え？村田。やったね。やったのかどうかわかんないけど。あ、TM ネットワークだ。その頃にはないよ。いや、僕は TM ネットワークの小室、隣がキネ。そして奥にいるのがウツ。よろしく。またこれかよ。
ソリティア。お、本当だ。あ、そう。キメさんもギターが弾けるようになるかもしれないね。僕のことを少し信じてくれたみたい。コロセウムを知っていますか？あ？小室。そうだね。計算ふざけてる場合じゃないっすよ。あ、そう。すげえとこでやんな。間違えた。もらった。ケンさん、それはないっすよ。みつこ、みつこ何やってんだよ。おめえじゃねえよ。電話で呼んじゃえよ。知り合い。ジャーナリストなのか。帰れんのか、そんなんで。タイムマシンネットワーク。タマだろ、お前ら。それじゃあ、僕行きますから。ちょっと待って。いけない、そうでしたね。僕の名前はガムタケです。ガムタケくん。お菓子みてえだな。ありがとう。それじゃ。99年なんかみんな携帯持ってるよな。みつこ、みつここんな顔してんのか。それじゃあコカイン。
何を言う。ああ。これまた見させられるんだろう、あれ。となってなんかない。おや。丸山教授、坂本女子、高橋教授、グザウスキー博士、何人だ？あ、いけない。はい。丸の内研究所。はあ、ふざけんなよお前。見ない。手はたへのへはまず寝ときする。どういうこと？あ、パスワードか。じゃあ続きます。